第二次岸田内閣は10日夜、皇居での首相任命式と閣僚認証式を経て発足した。岸田文雄首相、64、は、新型コロナウイルス対応や格差是正を含む経済対策を19日に閣議決定し、2021年度補正予算案と22年度当初予算案の編成作業を加速させる。記者会見でまずは経済を成長させるとして、成長のための投資と改革を推進すると表明。防衛力強化への意欲も示した。第二次内閣は新しい外相に林芳正原文部科学相、60、を起用し、その他の閣僚は再任した。首相は国会で首相指名された後、公明党の山口那津男代表と官邸で会談し、連立政権の継続を確認した。来年夏の参院選を見据えて政権運営を軌道に乗せたい考えだ。衆院選で自民党は追加公認2人を含め、国会運営を主導できる絶対安定多数、261議席、を確保した。首相は会見で、接戦区が多かったとして自公連立政権に対する期待と国民からの粛清をいただいた。国民の声に耳を傾けて丁寧で寛容な政治を進めていくと理解を求めた。経済対策を盛り込む数十兆円規模の補正予算については年内早期に成立させ、一刻も早く国民に届けると明言。成長と分配の令和版所得倍増を掲げ成長の果実を国民一人一人に実感してもらうと強調した。防衛力強化を訴え、国家安全保障戦略などの改定に向けた議論を進めるとした。自民党改革や憲法改正についても重要な課題だと言及した。第一次岸田内閣は10月4日に発足し、首相は14日に衆院を解散した。第一次内閣の在職日数は38日間で、戦前も含めて史上最短。衆院選を受けた第206特別国会は10日召集され、衆参両院の首相指名選挙で第101代首相に選出された。第一次内閣で外相だった茂木敏充氏、66、は、衆院選後に辞任した甘利明自民党幹事長、72、の後任に起用。首相が10日まで外相を兼任した。